おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。東京都にある飛鳥山公園には、無料で乗れるモノレールがあって、休日はとても混雑しています。ということで今回は京浜東北線と、東京メトロ南北線、都電荒川線の、3路線が乗り入れする王子駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。南北線は地下なので省略させていただきます。まずは京浜東北線の一面2線の駅を、橋脚を使って高架駅にします。西側に高崎線、宇都宮線の線路、さらにその奥に湘南新宿ラインの線路、東側には東北上越新幹線の線路も設置します。赤羽方面にレールをつなげましょう。在来線は坂レールで地上に線路を下ろし、レールを伸ばします。新幹線は高架線を伸ばしていきます。京浜東北線の2番線の横には、廃止になった貨物線の北王子線を伸ばしていきます。坂レールを使うので、新幹線のレールは2倍直線レールに変更。日本製紙物流の倉庫があった北王子駅に線路を伸ばします。さて上の方面にもレールをつなげましょう。高崎線、宇都宮線、湘南新宿ラインの線路を地上に下ろし、その上に京浜東北線のレールを、立体交差させます。高崎線、宇都宮線のレールは、踏切をつないで、奥駅へとレールを伸ばします。また湘南新宿ラインのレールを伸ばし、貨物線の北王子線のレールを、立体交差させたら、各種ポイントレールをつなげ、貨物線のレールは田端新郷上駅方面につなげ、京浜東北線や湘南新宿ラインと分岐させます。新幹線も高架線を、上の方面につなげていきましょう。都電荒川線の王子駅前停留所も設置。美濃和方面にレールをつなげ、早稲田方面には90度レールを使って、線路を伸ばしていきましょう。車止めを設置。架線を取り付け、道路を敷きます。飛鳥山に続く歩道橋や、都道455号線を富加の道路で作ります。飛鳥山を立ち木で再現し、飛鳥山公園のモノレールを設置します。展示車両もあるので実際見に行くといいと思います。オトム親水公園も再現し、マガレールで立ち木を使って、石神井川を再現します。ステーションパネルで建物を作ったら完成です。どうでしょうか？王子駅の完成です。早速各路線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？だいぶ複雑な構造ですね。東京メトロ南北線は国道122号の下にあり、一面二線のホームを持つ構造をしています。都電荒川線のプラレールは味があっていいですね。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。気づいたふりしては来